アボロ新聞王、独立、感新看世界、望、新ロシアがウクライナを侵略した後、岸田文雄首相は3月7日、参院予算委員会で、北方領土を指すときは、固有の領土という表現を使用しました。ニューヘッドメディアの報道の中で、有名なジャーナリスト、矢板昭雄氏は、安倍元首相以来、 固有の領土という表現は、北方四島に関する政府の公式文書において、長い間避けられていたと指摘しています。3月9日、林芳正外相は記者会見で、北方四島がロシアによって、不法に占領された、と述べ、この言い方は今まで控えた表現だったため、多くの人が驚きました。矢板昭吉は、もっと率直に次のように述べました。 日本のロシア外交策において、長い間、それほど強い表現はありませんでした。第二次世界大戦の終戦間際に、ソ連は一方的に日ソ中立条約を破棄し、ロシア軍を南化させた歴史があります。その時ロシアが勝手に占領したのが北方四島です。ソ連は、四島の占領は日本の侵略戦争に対する罰であると主張しました。 矢板キ雄氏の分析によると、ロシアによるウクライナ侵攻後、世界の情勢が新たなパターンになる可能性が高いと言います。もし今後、ロシアが敗れて、プーチン氏が辞任した場合、日本は北方領土を取り戻すチャンスがあるかもしれません。これにより、第二次世界大戦で敗北した日本とドイツは、このチャンスを生かし、自ら敗戦の呪縛を解くかもしれません。